り。時代の統治者で武田信玄、上杉謙信とともに三名将と謳われました。
北条氏康公には全国公募により選ばれました愛知県豊田市にお住まいの南輝幸さんが、そして氏康公を囲みますのは小田原市職員互助会の皆さんと一般公募の皆さんです。続きます、川越城主で後の玉川城主北条上総介綱重公は東国に並ぶ者のいない知将として知られ、戦場にて口灰色に八幡の二文字が書かれた旗を見ただけで直八幡と呼ばれ恐れられたと言われています。綱重隊に扮するのは創業高校の皆さん、そして川越藩火縄銃鉄砲隊保存会の皆さんです。続きます、津久井城主の内藤左近将軍康之公は海と小田原を結ぶ要所にあった城主として武田軍への防衛拠点の指揮官の重責を担いました。四代北条氏政様ご神髪。北条四代左京太夫氏政殿、八王子城主仏の神氏輝殿、並びに八方城主阿波の神氏國殿、ご出陣。北条四代左京太夫氏政公は関八州を平定した知将でありながら、戦国の世の習い豊臣秀吉22万余りの大軍により海上を余儀なくされた悲劇の主人公です。氏政公には昨年の NHK 大河ドラマ真田丸で北条氏政を演じました高島正信さんが駆けつけてくださいました。氏政公を囲む隊列はときめき国際学校 OB 会の皆さんと一般公募の皆さんです。続きます、八王子城主北条陸奥守氏輝公は兄弟の中でも特に文武に秀で、兄氏政公の最も良き相談相手でした。北条氏輝公にはご当地八王子より公益社団法人八王子観光コンベンション協会理事前田功さんが、また氏輝公を囲みます隊列は八王子観光コンベンション協会と八王子城三つうろこ会の皆さんが扮しています。続きます、八方城主北条阿波の神氏國公は氏政公兄弟の中でも特に武略に優れていたと言われています。北条氏國公にはご当地埼玉県寄居町から寄居町議会議長原口隆さんが、また氏國公を囲みます隊列は北条ゆかりの方々で結成された寄居町八方城三つうろこ会の皆さんが扮しています。和睦を結ぶなど若いながらも文武に優れた武将として知られております。氏直公に扮しますのは小田原市自治会総連合の下田誠一さんです。氏直隊に扮するのは小田原市自治会総連合の皆さんです。続きます、韮山城主北条美濃守
宇治典公は信望厚く宇治政公、宇治直公に代わって外交折衝にあたり、会場後宇治直公と共に高野山に入りましたが、後に所領を与えられ北条家を継いで行きました。宇治典公に扮しますのは外国人公募によって選ばれましたギリシャ出身で、現在小田原市内の日本語学校で学んでおります、バリアナトス・エヴァンゲロスさんです。公人を守ります宇治典隊は、小田原足柄地域労働福祉協議会の皆さんと伊豆の国市手作り甲冑隊の皆さんが扮しています。しまして第53回小田原北条五代祭り出陣式を終了とさせていただきます。ただいま出陣いたしました武者隊は市街地一円を回りました後、2時40分頃に戻ってまいります。